朝香淡白、朝香淡白、朝香淡白、明暦2年11月13日、1656年12月28日、原文2年12月10日、1738年1月29日は、江戸時代中期の儒学者。意味川里氏、字は小崎、陽名は彦六、通称は各米、号は、淡白、淡白祭、晩年は、老保、老保上山。 老牛など、物語、水戸公門に登場する、厚み格の神のモデルとされている。明暦2年、1656年、水戸に生まれる。祖父、正信は、小笠原家に仕えて軍港あり、後に、水戸藩初代、徳川よりふに仕えろく百国であったが、父の定吉は多病でこの六を辞退し、より愛い組となった。定吉は儒学を好み、私分を良くし、 記載と申した。漢文五年1665年9月、タンパクが10歳の頃、二代藩主、徳川光国が、主春水を伴って、水戸に帰国したのを起きに、父、定吉が光国に願い出て、主春水に入門させた。同年暮れには、江戸に出て、主春水の元学んだが、翌六年1666年7月に、父が死去したので、水戸に帰り、 家督を継いでより合い組みとなった。翌七年、1667年に、朱春水が水戸を訪れると再び教えを受け、翌八年、1668年、八年、朱春水に従って江戸へ出た。しかし、漢文十年、年、1670年春には闘争を病んで、水戸に帰国した。タ白が、朱春水の下で学んだのは三年ほどであったが、朱春水は日本に来て、 不当を授けた者は多いが、よくこれを暗記し、理解したのはヒコロクだけだと言ったという。三つ国も、タンパクの高額を称して、金三両を図書費として与えた。水戸へ帰ったタンパクは、同年に百国で大番組を命じられ、遠方三年、1675年湘南道役、同七年に、東仏奉行を兼ね、天那三年、1683年、二十八歳の、 時に、商工官配理士士官研修に任じられた。元六二年、1689年、吉博元常、笹宗圧良総裁と共に、終始儀礼の作成に関与。元六五年、1692年には三百国となり、元六六年、1693年6月には死去した、うか連載の公認として、 四官総裁に収した、当時の総裁は三人でたは笹宗厚、中村小と。元六九年、千六百九十六年には、笹羅と共に、重州記伝儀礼を作成して、収支の方針を明確にし、また、神宮皇后論を表して、皇位継承について、初心を述べた。元六十三年、千七百年に、三国が死去すると、翌十四年、千七百一年、 三代藩主、徳川綱田の命により、中村五子と、栗山千吉先、主戦地区県と共に、技巧行実を編集。後、教法八年、千七百二十三年に、四代藩主、徳川隆修行の命により、さらにこれを集定し、上山文集の付録として印刷した。また、教法九年、千七百二十四年に、技巧行実の付録として、 西山維持を表してる。元六十四年、総裁の職は元のままに故障頭に昇進。栗山千、吉崎らと共に、記念の広本全般を点検、過剰訂正を行った。中でも、法永年間の必作活動は目覚ましく、そのためほとんど原形を止めなくなった箇所も多いという。昇徳四年、1714年に総裁を辞任したが、 その後も、商工館にあった。教法元年、1716年からは、大日本史論算の執筆を行う、同五年に完成。論算は詩伝を記述した末に記述者が加える、論評のことである。なお、文化六年、1809年になって論算は、削除されたため、完成した、現在の、大日本史にはない。教法六年、 1721年新番党列、同7年新番党に任じられたが、いずれも主官勤務は元の通りであった。教法12年、1727年からは、徳川家康の伝記である列素成績の編集を担当、同17年完成。教法18年、1733年知事。知事後も住人淵を与えられて、主官の業務に関わることを許されており、 死の直前まで記伝広報の工程作業を続けた。原文2年12月10日、1738年1月29日83歳で、水戸売工の自宅にて死去した。明治35年、1902年11月8日、明治政府により造成4位。私的な面では菊作りを趣味としていたという、明治時代になってから大阪の講談師、玉田田町が、 幕末の公尺誌の創作であった、水戸公文万有記の中に、主人公、三国のお供役として、タンパクをモデルにした家来を登場させ、タンパクの通称である兵衛から厚み角の心、郭さんと命名、大人気となった。この講談中で同じくお供を務める佐々木助三郎、助さんのモデルである、笹宗厚は、やはり、水戸藩でタンパクと、 同じく商工官総裁を務めた人物である。総裁は複数制であったので、共に総裁であった時期もある。タンパクの16歳年上。なお、笹宗奴、笹昇三郎宗奴の母碑文で、朝香タンパク、朝香革命タンパクは、友人として、大らかで正直、細かいことにこだわらない、よく酒を飲むなどといった人物像を記している。 三国時代の初期商工会員が没していく中83歳の長寿を保ち55年の長期にわたって修士事業に勢力を傾け最も顕著な業績を残した。また、同時代の学者である荒井白石やお牛宗来、室久層らと親交があり、三党を代表する学者として性望が高かった。著書に、指論集、タンパク指論、監視文集、タンパク細文集、 家康一代の実録、列祖成績、主春水の電気、主文教維持、三つ国の原稿録、西山維持、随筆の水未定渡る筆などがある。タンパク以後の商工官員は、学者内視思想家というより、むしろ私文に長じて、文人的資質が濃く、第二本史の編纂事業は、タンパクの死後急速に停滞する。そのため、 江戸後期の立原水県による復興まで休止の状態となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。